16番ワールドウィンズ最後に向かいますスムーズに収まってカカリンが離れますスタートしましたほぼ揃いましたおっと15番のダノン・ザ・キッドは後方ですさあコースタート5番のパンサ・ラッサーいいスタートを切ってまずは先頭に立ちました さらに外から十三番ワールドリバイバルが並んでいって、直後には二番のトーラスジェミに。さらに十四番コントラチェック。七番のウィンニクシードが五番手で一コーナーです。花に立った五番パンサラッサー逃げてリードは一馬身。十三番ワールドリバイバルをすっとかわす。二番のトーラスジェミに。その後は三馬身差十四番コントラチェック四番手。半馬身内が七番のウィンニクシード。三馬身差八番のマルターズディオサがいって、それから一馬身。内から六番のレッドサイオン、さらには外に十二番アドマイヤハダル向上面で。 3馬身に離れて中段から後ろ9番ゴーホザサミット内が1番、ソッサスブレイ2頭のト11番、空手それから1馬身にその後ろが15番のダノンザ・キッドあとは4馬身離れて3番、ガロワ・クリーク2番、サ査4番、ヒミドール最高峰16番、ワールドウィンズそして最高峰はもう1頭ポツンと1頭10番ルフトストローム 1000m は57秒6で通過。 3コーナーのカーブを迎えて5番のパンサラッサが先頭4馬身のリード600を通過2番手には13番ワールドリバイバル内側2番のトーラス・ジェミニは交代変わって14番コントラチェックが上がっていくその後ろから2馬身7番のウィン・イクシードあとはアドマイア・ハダル内側マルターズ・リオサその外目を回るのが15番だドンザキッド中段4コーナーをカーブ直線へさあ逃げる逃げる5番のパンサラッサまだ後続に5馬身のリード2番手の争いですが外から12番のアドマイア・ハダル七番ウィン・ックシードさらに十一番 の空手が追ってくる大阪から3番ガロはクリークあと 150m 坂を駆け上がって先頭5番のパンサラッサ2番手争いですが11番空手と12番のアドバイアハダル先頭5番パンサラッサゴールイン見事逃げ切りました5番のパンサラッサ速いペースを自ら刻み後続を寄せつけませんでした